はい、じゃあよろしくお願いします。で、今回は社会の地理、中国四国地方を回る一部をお送りします。で、ここからですね、中国四国地方をやっていくんですが、まあ、その前にですね、ちょっと声がね、聞いていておかしいと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、喉をですね、ちょっと痛めてしまって、今声が普通じゃないんですよ。で、ちょっと変な声になってしまってるんですが、聞き苦しいことは重々承知の上で撮らせてもらってますので、ね、ちょっといつも通りやってみてください。で、今回は中国四国地方のスタートということで、まあ、一つの都道府県も入ってますけど、全部で14個の穴埋めがあります。で、同じ答えを結構多用します。こことここ同じでね、こことここ同じっていう感じで、ちょっと見にくい感じにはなってしまうんですが、ぜひね、動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらってわかんないのがあれば、今からね、全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。では、ちょっとね、変な声で申し訳ないんですが、ここからね、説明やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずそこの地図とね、連動してるんですが、1番、ここね、緑のこれ、山地です。すっごい長い。この山地の名前から行きます。で、そこを、中国山地と言います。でもこれ、覚えやすくって、今回、中国、四国地方やってるじゃないですか。でね、これ、上が中国地方です。地方のね、勉強は都道府県名とか覚えた時にもやりましたけど、で、下が四国地方って言います。だから、中国地方にある山地なんです。まあ、中国山地って覚えるといい。で、ちなみに、その中国山地より北です。つまり、この緑の、特より上の部分、ここね。この部分のことをホニャララ、南の部分をホニャララという呼び方があります。中国山地の上と下ね、北と南。で、まず、北の方を、この漢字で山陰と言います。山陰ね。で、逆に南の方、下を山陽と読みます。いいね。山陰と山陽です。で、ちょっと同じ答えですね。中国山地と、ほにゃらら山地、その下の方ね。4番の方。で、こっちも覚えやすくって、こっちは四国地方にある山地なんで、そのまま四国山地と言います。で、この中国山地と四国山地に挟まれてる地域、つまりこことここの間全部です。いい？そこの部分をホニャララ地方と呼ぶ。で、なんて呼ぶかっていうと、瀬戸内地方と言います。いいね、瀬戸内地方です。で、ホニャララ山地、同じ答えなんで、ちょっといっぱい消えちゃってごめんね、俺の手で消えちゃってるね。四国山地より南、ここの四国山地より南の部分を、まあ、四国の南なんで、そのまんま、南四国地方をと言います。で、ここまでちょっとややこしいと思うんで、確認しますね。まず、これね、2つ混ざってるんですけど、1個。中国山地の上と下で分けたとき、まず上を山陰です。で、下を山陽と呼びます。中国山地で分けたときにね。ただ、全体で見たとき、まず、ここの中国山地と四国山地、これの間、中を全部瀬戸内地方と言います。で、ちなみに、その山陽、そこも瀬戸内地方に入ります。被ってるからね。で、この四国山地より南、下を南四国地方です。じゃあ、この中国山地より上なんて呼ぶかっていうと、もともと山陰って呼ぶので、これより上は山陰地方って呼びます。だから山陽地方とは呼ばずに、そこは瀬戸内地方って呼ぶ。っていう感じで分けて覚えてください。で、それぞれの気候のね、特徴があります。まず2番なんで、山陰だね。山陰地方。つまり、この中国山地より上。ここの上の部分。ここね。ここはですね、北西から吹く冬のホニャララ風の影響で雪が多いです。すごく雪が降ります。いい？で、北西なんでこっちですね、こういう感じで、消えちゃった。こういう感じで吹いてくる。で、何かっていうと、冬の季節風です。季節の風で季節風と言います。で、それの影響で雪が多い。まず山陰はね。で、次に中、瀬戸内地方行きます。ごめんね。
声が。で、中の瀬戸内地方っていうのは温暖です。とても暖かい。で、暖かいんですけど、で、年間を通じて雨がほにゃらら。これね、特徴的で、瀬戸内地方はですね、雨が少ないんです。年間通じてね。で、そして最後、南四国地方、一番下ですね。で、ここも温暖です。暖かい。で、温暖で雨がこっちは多くなります。こんな感じで3つの特徴がありますので覚えておいてください。では1つ都道府県やっていきましょう。 A の場所、ここですね。この都道府県、名前がここ広島県です。あの場所が広島県で、広島県っていうのは世界で最初の原子爆弾、つまり原爆ね、が投下されました。あの第二次世界大戦の時に、長崎にも投下されてるけどね。で、戦後その第二次世界大戦が終わった後、ほにゃらら都市として世界に平和の尊さ、つまり平和の大切さをアピールしています。で、何都市としてかっていうと、平和の象徴ってことで、平和記念都市です。いいね。平和記念都市として、そのね、世界に平和の尊さをアピールしています。で、ちなみに広島県に広島市がある。で、広島市のように、これすごく発展してるんですよ。広島市って発展してるんだけど、各地方の政治、経済、文化、それの中心的な役割を果たしている都市のことをほにゃらら都市と言います。で、これをですね、地方の中でも中心になる都市なので地方を中枢都市と言います。これたまに地方中心都市と書いてしまう子がいるんで気をつけてね。地方中枢都市です。で、他には札幌市、北海道の札幌市とか福岡県の福岡市なんかもこれに入ります。他にもあるけどね。だから東京とかみたいに中心ではなくて、地方の中でも中心になるところ。それを地方中枢都市と言います。で、ちなみになんですけど、広島はですね、ホニャララ神社のある宮島っていうのが日本三景の一つに選ばれています。で、これ何神社かっていうと、こういう漢字を書いて、厳島神社って言います。で、これが宮島っていうところに、島にある、厳島神社が。多分ね、写真を、もしイメージできなかったらネットで検索してもらえると、写真絶対出てくるんで見てもらいたいんですけど、これが日本三景、つまり日本の三つ、すごいね、こう大切にしていこうっていう景色です。の中の一つに選ばれてます。厳島神社ね。宮島か、選ばれてるのは。で、あともう一個は、ホニャララの生産量が日本一。これはですね、牡蠣です。で、これ牡蠣っていうのは果物の、こっちの牡蠣じゃない。海で獲れる方の牡蠣ね、の養殖がすごく盛んです。広島はね。で、ちなみにこの厳島神社もそうだし、あとは広島には原爆が落ちた時の原爆ドームってのがあります。で、それは世界遺産に登録されています。この2つはね、いいでしょうか。では今回は社会の地理、中国四国地方丸1をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、この時期だと中国、四国地方に関してもシリーズで続けていきますので、次、2をお送りします。なのでね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。